シルバースタイン2008シルバースタインとは、カナダ、オンタリオ州、ブリントンにて結成された、ポストハードコアバンドである。多くのポストハードコアバンドが、楽曲から絶叫を外す、いわゆる、脱スクリームを行う中、初期からの音楽性を守りながらも、いまだに熱狂的な人気を保っている数少ない、バンドの一つである。2000年に、カナダ、オンタリオ州、ブリントンにて結成。 バンド名はアメリカの有名な詩人、シェル・シルバースタインから取った。間もなくして、ファースト EP、サマーズ・ステラー・ゲイズをリリース。2001年12月、インターネット掲示板で新メンバーの募集を募るい、新たにビル・ハミルトンがバンドに加入することになる。しかし、2002年春にギターを担当していたリチャード・マック・ウォルターがバンドから脱退する。 同年4月に、セカンド EP、When the Shadows Beam をリリースし、同年10月には大手インディーズレコードの、ビクトリーレコードと契約を結ぶ。2003年5月20日、ファーストアルバム、When Broken is Easily Fixed をリリース。2005年8月16日、セカンドアルバム、Discovering the Waterfront をリリース。ビルボードアルバムチャートにて、 初登場34位を記録し、販売累計も40万枚を突破。2006年5月、バンド初となる来日公演を行う。その後、ワープドツアー2006に出場。2007年7月3日、サードアルバム、アライバルズデパーチャーズをリリース。ビルボードアルバムチャートにて、初登場25位を記録する。 2008年1月、人気パンクバンド MXPX とのカップリングツアーのため来日を果たす。2009年3月31日、フォースアルバム A シップレック・イン・ザ・サンドをリリース。ビルボードアルバムチャートにて初登場33位を記録する。2010年6月8日には、初のライブ CD&DVD ディケードをリリース。その後、 インディーズレーベルのホープレスレコードへと移籍した。12月7日には同レーベルから初の音源となるミニアルバムトランジションズをリリースしている。2011年4月26日にはフィフスアルバムレスキューをリリースした。2012年9月10年以上バンドに在籍していたニールがバンドから脱退。代わりにポール・マークル・ルセアが加入した。 2013年2月5日、シックススアルバム、This is how the wind shifts をリリース。ニール・ボシャート。ありがとうございます。